オペラの漫画。やっほー、本部だよ。今は授業中、給食時間前だからお腹が空いて力が出ないよ。さあ、算数の小テスト丸付けするから隣の人と交換してね。はーい。算数の小テストなんてこの僕にかかれば余裕余裕。この子は隣の席のトオルくん。天才の僕は絶対に高得点間違いなしだ。自称天才の頭がいいアピールしてくる男の子なんだ。ねえねえ、トオルくんは何点だったの？きっと点数いいんでしょ？もちろんさ。さあ、俺の点数を発表してくれよ、おんぷちゃん。90点だったよ。おお、この小テストで90点も取るなんてすごいな。結構難しい小テストだったよね。こんなの余裕だって。ま、本気出せばもっと取れたかな。まあ、普通の一般ピーポーなら60点くらいがいいところかもね。それに比べて音符ちゃんは。え、音符？自分の点数見た？まあ、答案用紙に答えを書いてないんだから当然なんだけどさ。0点。少しくらいできないのはわかるけど、0点ってひどくない？だってお腹が空いて力が出なかったんだもん。まあ、これだけの差がついちゃうのも仕方がないかな。なぜのろー。僕の家は昔から塾に通わせてくれてて、もう中学校の範囲まで勉強が終わってるからね。え、トオルくん、もう中学校の勉強もわかるの？すっげーな、かっこいい。今日のテスト範囲なんて余裕すぎてびっくりしちゃったよ。音符ちゃんは塾に行かせてもらう余裕もないんだって。はぁ、オーマイガー、家が貧乏ってかわいそうだね。だってやりたいことも何にもさせてもらえないんだからさ。同情するよ。うんうん、そんなことないもん。別に音符は塾に行かなくても学校でお勉強できるからいいの。はは、強がっちゃって。普段着ている服もとってもボンビーな雰囲気が出てるじゃん。そんなことない、かわいいお洋服だもん。はいはい、おしゃべりはその辺にして、丸付け終わったんだったら小テスト集めるよ。音符は貧乏なんかじゃないのに悔しいな。給食の時間。そんなことは置いといて、待ちに待った給食の時間。今日のメニューは音符の大好きなカレーライスだよ。みんなで協力して給食当番を頑張って早く食べたい。いい匂い、早く食べたいな。こら音符、手が止まってるよ。それからトオルもちゃんとみんなで給食当番の仕事をやらないとダメでしょ。僕給食食べないからしなくていいよ。え、トオルくん給食食べないの？どうしたの？お腹でも痛いの？別にそういうんじゃないよ。食べるのが嫌なだけ。どうして？だって給食なんて低能が食べるゴミじゃん。一緒に食べてると頭が悪くなるよ。え、トオルくん、それ本気で言ってるの？トオルくん、そんなこと思ってたの？ひどい。給食を作ってくれる人がいるんだから、ちゃんとありがとうの気持ちで食べなくちゃダメだよ。まったく分かってないな、一般ピーポーズは。トオル、給食は全員分あるんだからちゃんと食べなさい。ちゃんと食べておかないと後でお腹が空くぞ。カレーライスなんて子供っぽい料理なんか嫌だよ。うちのシェフが作ったイタリアンの方が絶対美味しい。それでもここはお家じゃないのよ。トオルくんって頭いいんだと思ってたけど、給食をそんな風にバカにしてたんだ。なんかショックだな。私たちまでバカにしてるってちょっと嫌じゃない？だよね。とにかく給食はちゃんと食べること、お残しは許しませんからね。こんなもの食べてたら知能が下がってしまうよ。まあ僕の知能指数は高いから問題ないけどさ。結局トオルくんは給食当番のお仕事はしないまま、お弁当を持ってきているわけではないからお腹が空いたのか、給食はちゃんと食べてた。学校の給食毎日おいしいのにな。カレーライス、本当は大好きだよ。その日の放課後プンに、仲良しのさくらちゃんとリリーちゃんと一緒に帰ってる時に、
二人の不満は爆発してた。トールくんって頭はいいのかもしれないけどさ、ちょっと周りのみんなを見下してるところがあって嫌になっちゃうな。レレもあいつムカつく。今日の給食時間もなんか嫌な感じだったもんね。それだけじゃないの。今日の昼休みに近くにいたから一緒に遊びたいのかなと思って声をかけたんだけどね。何かあったの？それはさくらちゃんとリリーちゃんが二人で外で遊んでいた時のこと。はぁはっはっは。この世界は私が乗っ取った。今からすべての給食は私のもの。出たな、スプーン怪人。トールちゃん、何してるの？一人なんだったら私たちと給食怪人ごっこする？楽しいよ。誰がそんなお子ちゃまベイビーの遊びに参加するかよ。子供っぽいし頭悪そうに見えるなって思ってただけだよ。え、ひどい。何それ、リリー怒った。一緒遊んだら楽しい、なのにトールちゃんやーの。まあまあリリーちゃん落ち着いて。ふん、帝能同士アホらしい遊びしてるのがいいさ。そうやってトールくんとは一緒に遊べなかったんだって。そんなことがあったんだ。リリーまだ怒ってる。ふん、二人とも嫌な思いしたんだね。トールくんも一緒に楽しく遊べたらいいのにね。でも声をかけたら嫌がられちゃったんだよね。トールくんってどうしてあんな感じなのかな。やっぱりみんなより頭がいいから。わかんない。お友達バカにするよくない。ない。そうだよね、あんないいことされたら困っちゃうよね。本当はみんなで遊べたらいいなって思うけどな。結局どうしたらいいかわからなくって困っちゃった。お家に帰ってから今日のことをママにも話してみた。中学校の内容までお勉強終わってるのか。トールくんってとってもお勉強を頑張ってるんだろうね。うん、そうだね。でも給食いらないとか給食当番のお仕事しないとかそういうのは良くないと思う。頭がいいとか悪いとかで全部決めちゃうのは本当はしたくないな。そうだね、私もそう思うな。本当はトールくんともっと仲良くしたいんだよね。うん、そうなの。どうやったらトールくんともっと仲良くなれるかな。そうだね、音符たちの気持ちがトールくんに伝わるといいんだけどね。本編の気持ちを伝える。そう、ママのおすすめはね、あれ、ジェスチャーゲーム。言葉を使わずとも体で気持ちが伝わるよ。ママ、それは音符に何を伝えるポーズなの？解決はしなかったけど、ママに話してちょっと元気をもらった。次の日、さくらちゃん、リリーちゃん、待って待って。あぶーちゃん早い、絶対に捕まらないんだから。待って待って。あれ、あそこにいるのは音符ちゃん。どうしたの？あんなところにトールくんがいるの。もしかして一緒に鬼ごっこやりたいのかな。ほんとだ、ちょっと不安だけど声かけてみるね、トールくん。なんだよそのポーズ。トールくんも一緒に鬼ごっこやる？僕はいいよ、見てるだけで面白いから。一緒にやった方が絶対楽しいよ。ただ追いかけ回すだけの低能な遊びなんてやってられないんだよ。こいつら頭悪そうって思いながら見てる方が面白いの。鬼ごっこは結構頭脳戦だから、ただ追いかけ回してるだけじゃないよ。音符ちゃんが誘ってるのにそんな言い方はないでしょ。トールちゃんひどい。さくらちゃん、リリーちゃん、いいよ。トールくんが遊びたくないって言うんだったらしょうがないよ。音符ちゃん、音符はいつでも入ってほしいなって思ってるから、入りたくなったら言ってね。ふん、そんなタイミングは一生来ないけどね。トールくんはずっと見ていたけど本当に入りたくなかったのかな。でも午後の
授業でもっと困ったことが起こって、休み時間にたくさん遊んだから眠いよ。次の時間は何をするのかな。この時間は掃除当番の順番を決めるよ。みんなで平等に当番が回せるように考えていこうね。掃除当番だってやりたくないな。そうだ、工夫すれば。先生、僕から提案があります。お、早速意見を出してくれるんだね、ありがとう。どんな提案かな。僕は成績の悪い順番で掃除当番をすればいいと思います。え、成績が悪いってことは学校生活に集中できてないってことでしょ。そういう人には学校に感謝する心から養ってもらわなきゃいけないと思うんです。あ、でもそのやり方はね成績の悪い順番にすれば当然天才の僕は一番最後になる。僕まで順番が回ってくるのは遅くなるし、もしかしたら掃除しなくてもよくなるかもしれない。我ながらいい方法を考えたな。成績の悪い順番とかやだ。成績順が発表されちゃうのはやだな。どうせトール君は頭がいいんだから一番最後だろ。というか成績の悪い順番だったら一番最初は誰が成績の悪い順番だったら最初は決まってるね、音符ちゃんだよ。え、音符が一番最初？当然の結果だよ。だって音符ちゃん、この間の算数の小テスト0点だったじゃん。確実にこのクラスで成績最下位でしょ。この間はお腹が空いて元気が出なかっただけだの。お腹が空いて成績が悪くなるとかあるのかな。0点ってことは普段の授業もちゃんと聞いていないんだろうし、真面目さも足りてないよね。気持ちを叩き直すって意味で他の人よりも少し長めに掃除してもいいんじゃないかな。そんな言い方。ちょっとトール君ひどいよ。誰だって調子が悪くて力が出ない時はあるよ。オンペちゃん悪くないない。さくらちゃん、リリーちゃん、低能なこの友達も低能なのかな。それじゃ最初は3人で一緒に掃除当番頑張ったら。え、なんで、さくらちゃんたちまでバカにするなんて。トール君、お友達だと思って我慢してたけどもう許せないよ。さくらちゃんとリリーちゃんまでバカにしないで。なんだよ、間違ったことは言ってないだろ。低能の仲間は低能、おバカトリオで仲良く掃除すればいいじゃん。カリン先生、ちょっと黒板貸してね。いいけど、何するつもり。トール君に平等な当番の決め方教えてあげるの。ああ、みんなが平等に当番ができるようにするなら確率論を使って無作為抽出すればいいよ。無作為抽出。あれ、トール君って中学校の勉強内容まで習ってるんだよね。無作為抽出は中学校の数学の内容だよ。え、無作為抽出っていうのは塊の中からランダムに選び出す方法のこと。お楽しみ抽選会とかでガラガラガラって回す機械があるでしょ。あんな風に誰も手が入れられない状態で一つを選ぶようにすると確率が平等になるの。音符ちゃん、確率って何？どれだけ選ばれる可能性があるかを数値で表したものだよ。その数値を平等にして掃除当番を決めないと不公平でしょ。イカサムされてないくじ引きとかでも平等になるから、くじ引きでもいいんじゃないかな。トール君が言うように、成績が悪い順で掃除当番を決めると絶対先になる人が出てくるよね。それじゃあみんな平等な掃除当番決めはできないよ。くじだって引く順番で当たりの数が変わるじゃないか。それは引く順番によって変わるんじゃないかって気分になっちゃうだけだよ。実際のくじ引きは当たりか外れかのどっちかだけだから、先に引いても後に引いても当たる確率は全部半分で同じなんだよ。そうなの。ちなみにトール君が頭が悪くなるってバカにしていた給食、給食は子供が成長するために必要な栄養をバランスよく取れるように決められているんだよ。健康のためのものだし、心を込めて作ってくれる人がいるんだからバカにしちゃダメなの。
それっぽく難しい言葉使いやがって。さすが音符ちゃん、物知りだね。リリ給食好き。平等になるんだったらくじ引きで決めるのがいいな。音符ちゃんありがとう。ちょっと待てよ。なんかいい感じに言いくるめられそうになったけど、音符ちゃんは算数の小テスト0点だぞ。だいたい無作為抽出なんて俺も知ってるし、難しいことは言って結局音符ちゃんも掃除当番がしたくないだけだろ。確率の話は本当のことなんだけど、さっきから不思議だったんだけど、本当に音符ちゃんの小テストは0点だったの？うん、お腹が空いて力が出なかったの。でも成績で言うんだったら音符ちゃんはこのクラスでは1位だよね。え、どういうこと？しょうがないから見せちゃおうか。はい、これ音符のこれまでのテストだよ。小テストは失敗しちゃったけど、これまでのテストは全部100点なんだよ。音符ちゃんは毎回テスト100点ばっかりだよね。国語も算数も他のテストも全部100点？あれだけ低能だと思ってた音符ちゃんがこんなに頭良かったなんて。音符は普段はポヤンとしてるけど成績はピカイチだからね。嘘だ、信じられない。でもトールくんも成績は負けてないんじゃないの？そうだよね、あんなに天才自慢してたんだしね。トールくんのテストも見せてほしいな。それはその、どうしたの、見せられないの？嘘でしょ、100点じゃないの？だいたい取れても80点とか60点のやつもあるし。あんなに周りのこと見下して自慢してたのに100点って嘘だったんだ。恥ずかしい。頭がいいとかテストの点数がどうとかでお友達を傷つけちゃうのは良くないよね。音符はみんなで仲良く過ごしたいな。音符ちゃん、みんな、これまで本当にごめんなさい。塾に行っているから頭がいいつもりになってたよ。分かってくれたならいいよ。音符はみんなで平等に掃除当番を決めた方がいいと思うな。カリン先生にくじを作ってもらうのはどう？僕もそれがいいと思う。みんなで交代で掃除当番をしていこうよ。くじで決まったらちゃんと頑張ろうって思うし。よし、じゃあくじを作るよ。教室の端の席の人から順に引いていってね。こうしてカリン先生が作ったくじを引いて掃除当番が決まった。みんなで納得できる決め方で決められてよかったね。そしてその日の給食時間、カリン先生からお仕置きが。トールは給食いらないんだったっけね。じゃ、今日の揚げパンは抜きでいいかな。そんな揚げパン大好きなのに。でも給食いらないって言ったのは僕だし、みんなでやる給食当番もやってなかったから食べる資格なんてないよね。ま、働かざる者食うべからずって言うしね。ねえ、トールくん。はい、これトールくんの分の給食だよ。なんで授業の時に言ったでしょ、給食は音符たちの体と健康のためにあるんだから、ちゃんと感謝して残さず食べないとね。本当に給食抜きなんてしないよ、ちゃんと反省すること。ありがとう。みんな本当にごめんなさい。本当はみんなとちゃんと仲良くしたかったんだ。休み時間のごっこ遊びも鬼ごっこも一緒にやりたいなと思って見てたんだ。じゃあトールちゃん、次はフォーク怪人、スプーン怪人と共闘しましょう。ありがとう。でも何それ、何それ、楽しそうだから僕も混ぜて。よかったねトールくん。それからトールくんはみんなととっても仲良く遊ぶようになったよ。怪人役がとっても上手で楽しいんだ。俺はフォーク怪人だ。出たな、フォーク怪人、音符と勝負だ。給食もちゃんと残さずおかわりまでして食べるようになったの。わー、たくさん遊んで疲れちゃった。今
給食は何かな。トールくんが音符のお話分かってくれてよかった。これからもみんなありがとうの気持ちを忘れずに仲良しでいたいよね。音符だよ。レレレス、動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。給食とっても美味しい。音符も大好き。みんなも給食好き？一押しのメニューがあったらコメント欄で教えてね。動画の感想も待ってるます。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにしてこれからも応援よろしくお願いします。また会いましょう。それじゃ今日もソプラノじゃんけんの時間だよ。勝ったら明日いいことがあるかもな。